はい、今日は広島市の中区に来ております。立町の雑居ビルに私の大好きなお店があるんですよね。私ね、ドリア、グラタン、オムライス、このあたりね目がないんですよ。でこのビルの3階にあるドリア、グラタンの老舗のリゾートというお店に伺います。老舗だけあってこのレトロな雰囲気がまたいいですよね。お店のメニューでも昔ながらって歌っちゃってますね。バターライスとケチャップライスが選べたり、いろいろ食べれる3色グラタンにしようかなとか思ったんですけど、どうしても今回ねスパゲティグラタンが食べたかったんで、スパチキンの大盛りにしました。スタッフに言えば様々な味変グッズも持ってきてもらえるみたいです。オニオンスライスを上に乗せることもできるみたい。はい、そしてこちらグラタンについてくる名物のオニオンスライスになります。私ね、日頃オニオンスライスってあんまり好きじゃないんですけど、ここのはむちゃくちゃはかどるんですよね。カツオと出汁がしっかり効いてて、ところてんのやつみたい。はい、到着しました。スパチキンの大盛りです。ここぞとばかりに大盛りです。さすが520円プラスなだけありますね。ちなみに普通サイズがこれです。表面がパリッパリになってるっていうよりは、どちらかというとクリーミーな感じになります。パスタも細めでちょっとレトロな味わいですね。じわーっと中に仕込んであるミートソースで色が変わってくるんですよね。これまた美味しい。ごちそうさまでした。ペロリと言っちゃいましたよ。各社の電子決済も使えるみたいです。